皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は発売予報都道府県ごと千葉県帝国ルート続きをプレイしていきたいと思います。前回は関東大戦を制して、群馬帝国とね、広大な関東を分け合う形で、東京神奈川を制圧したというところまでプレイをしてきました。今回はその続きになります。まずですね、東京が東京諸島部政府ということで、おそらくこの小笠原諸島に逃げ込んでいると思われますので、海軍の強化を一気に行っていってですね、これらのね、東京諸島部政府たちを追撃していく準備を行っていきたいと思います。でそれ以外で言うと、山梨、静岡、福島、この辺りの情勢を見極めてですね、帝国の領土をさらに広げていきたいというふうに思っています。特に福島方面、東北の方に攻め込んでいくのか、東海道を西に進んでいくのかっていうのはね、今後の方針として極めて重要になってくるので、しっかりと試案を行って決めていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。海軍の強化をね、しっかりやっていかなきゃいけないというのがありますので、海軍のね、強化、これ優先して行っていきましょう。で、あとはですね、強襲上陸。これがね、東京諸島部政府が持っている小笠原諸島にやっていかなきゃいけないので、この強襲上陸に関してのキャパシティが上がるところ、非常に重要になってくるので、これ、研究として行っていきたいと思います。でこの先なんですけども、海軍の強化必須になってくるので、造船所を、ね、しっかり作っていこうと思います。はい、ではですね、相模湾一帯の制海権を確保できている状況になりましたので、東京諸島部政府が占領している各諸島、各島ですね、これをしっかり奪ってですね、選別していきたいと思います。ちょっと細かい作業が続くと思うんですけども、師団を順次投入してですね、確実にここを取っていくということをやっていきたいと思います。まずは、初島から。相模湾で激しい制海権の取り合いを今やってるんですけども、なかなかね、苦戦してます。で、そんな中ですね、福島県が、どうやら、東京諸島部政府に対して入港権を、与えているようなんで、これ我々に対する完全なる、敵対行為と言えると思うので、この福島県に対して宣戦布告をしていきたいと思います。10日ほどで宣戦布告できます。なので、これでね、間接的に東京諸島部政府にダメージをね、与えていきたいと思います。軍の方はすでに展開済みです。国境に展開している軍をね、海戦と同時に一気に、福島まで進めていきたいと思います。並行して引き続きね、海軍による、制海権の奪取、確保、これも進めていきたいと思います。では、福島県に対して宣戦を布告していきたいと思います。福島県に対してはですね、暗号化の解読を完了させているので、30日間ボーナスを受けられますので、そのボーナスもね、しっかり活かして、宣戦布告をしていきたいと思います。では、海戦です。できればね、こういうところで海戦で勝利したいところなんですけどね。やっぱり、これ見てもらってわかる通り、神奈川県ですけどね、すでに降伏させた。神奈川県には、これ空母がいますよね。我々は駆逐艦のみという中、敵は空母がいるので、なかなか苦戦しそうですよね。今、海軍の方は頑張って、力をつけている、まさにその途中なので、今
まあ、神奈川県とねガチンコで海軍戦をやってもちょっと苦しいのかなっていう状況ではありますね。では福島との戦いやっていきたいと思います。強襲上陸効きましたね。ここに対して一気に強襲上陸をかけて、まあ、東京諸島部政府にくさびを打ち込んでいきたいと思います。やった、あの作戦としてはですね、ここ横須賀に対艦攻撃機を配備して、制空権とあと敵のね、艦隊に航空機で攻撃を仕掛けるということを行っていました。ここでね、5師団が今強襲上陸を仕掛けてくれているという状況です。他あの航空機の配備進めてまして、福島県のね上空に対しても爆撃機をご覧のように大量に飛ばしているという状態です。これさらに前線基地で、航空基地確保できたら、まあ、部隊をさらに前に進めてい、きたいというふうに思います。では大島の方に強襲上陸できましたので、部隊をこのまま大島占領させちゃいましょう。これで一つね、東京諸島部政府に対してくさびを打ち込むことができたというふうに考えています。で我々の方の空母今建造中になってますんで、空母がね早くロールアウトしてくれたら嬉しいなというところですね。一番早い空母で、もう43年の1月に出来上がるということは、すでに空母1隻完成してるな。これいるね。ここに空母いるので、この空母をうまく艦隊に組み込んで、東京諸島部政府をね一気に壊滅させていきましょう。まず福島との戦いは有利に進めています。あと海軍ですね、艦隊の方を再編しています。一つの大きな艦隊にまとめました。母艦が一つ、これ空母ですね。それに護衛艦として駆逐艦を26隻つけています。ここに提督三浦さんをつけて、このね相模湾一帯の制海権制空権まとめて、取っていければいいかなというふうに思っています。ではちょっとですね、福島との戦い膠着状態に陥っている状態なので、さらに予備で残していた師団、これを使って、一気にね殲滅していきたいと思います。群馬帝国もね福島と戦い始めているようなので、まあ、我々にね有利に物事は動いているとは思うんですけど、まあ、油断ならんという状況ではあるので、しっかりと対処はしていきたいというふうに思います。群馬帝国がゴリゴリ押してきましたね。このまま行くと福島を先に群馬に、まあ、奪われかねないという状況ですね。さすがは群馬帝国、ここは我々もミッキーマウスを投入して福島首都まで一気に押していきましょう。もう群馬帝国との競争ですね。どっちが先に福島を降伏させるか。まあ、ただ、福島は、首都連合の方に入っているので、まあ、福島を落としただけでは、この戦いは終わらなくて、やっぱり東京諸島部政府を倒さないといけないんですよね。そのための、まあ、準備として、海軍がね、今強化しているというところなんですけど、まあ、神奈川県がね、敵にいるということもあって、降伏した神奈川であっても、艦隊戦力未だ強力なものがあるようで、我々の方でこの相模湾の制海権がまだ取れていないという状況です。なので海軍力を強化して、旧神奈川県のね、海軍を壊滅させることができれば、東京諸島部政府のね、攻略が一気に進むかなというふうには思っています。いや、完全に群馬帝国に、福島県一番乗りやられちゃいましたね。まあ、ここは群馬帝国に花を持たせましょう。
これで北部への進行ルートというのが、まあ、ほぼなくなってしまったので、我々は北へ向かうよりかは、まあ、東海道をね、山梨、静岡と攻略していく道しかないかなと思いますので、まあ、群馬帝国とね、この後も仲良く、やっていくという大方針で、進行はしていきたいと思います。では、福島県、完全に群馬帝国がね、ほぼ大半を平らげたという状況になりますので、我々は静岡の方へと部隊を移して、静岡との戦争、それと東京諸島部政府のね、総統選の方に力を注いでいきたいと思います。はい、ご覧のようにですね、東京諸島部政府のこもる各諸島部に対して、順調に上陸作戦を行ってまして、半分ぐらいまで来ています。またここでね、制海権、取れない状態になってますので、制海権を取れるように頑張って、残りのね、東京諸島部政府、これを攻略していきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。